私は名もなきファラオ、頭を垂れなさい父兄であるぞ。こら、中を覗いてはいけない。えい、こうまで魔力が高まってしまえば仕方ありません。そうです、メジェド様の似姿はあくまで仮のもの。その正体はこの私、ニトクリスであったのです。己を恥じるあまり溝にくるまっておりました。え、知っていた？最初から？強がりはいけませんよ。まさかそんな、まさかそんな、ねえ。メジェド様に近づいてゆく。私に何をせよとおっしゃるのですか、メジェド様。メジェド様と私がこのように高い格で一つとなる。いえ、あくまで私などにできるのは似姿が良いところ。思い上がるつもりはありません。ですが、我が同盟相手よ、大義です。この姿になった私を目にすることを許します。そんなにまじまじと見ないでください。実は溝を用いてサマードレスなどを繕ってみたのです。似合うでしょうか。さすがに普段からずっとこの姿で振る舞うのははばかられますが、ひと夏の間のみということならば、きっと神々もお許しになられるでしょう。さあ、夏が終わるまでこの一瞬一瞬を楽しむことといたしましょう。あがめよ。うむ、苦しゅうない。供物が足りない。もっと、もっと。中を覗いてはダメ。ダメだと言っているでしょう。そんなに中身気になるなら、霊気再臨させるがよい。いい加減に。いい加減になさい。そろそろ霊気再臨するのです。いつまで下から中を覗こうとするのです。なんだか妙な気分です。己を恥じてメジェド様の溝をまとったがゆえの霊気変化だというのに、こうもあらわに。何です、こちらの方が似合っている。それは不敬な言葉です。控えなさい。ああ、新たな力を感じます。このような蹴り技を扱えるとは。もしや私もファラオ・クレオパトラのように皇帝特権を使いこなせるようになっているのでは。はい、私に皇帝特権スキルはない。見えているものだけが真実ではありません。メジェド様と同じです。あ、そうでした、別スキルに融合しているのです。そうです、私を連れて外に出る回数が多いですね。あなたもファラオへの敬意を持つようになったということでしょうか。良いことです。ではそろそろあなたにもメジェド神の恩恵を与えるとしましょうか。はい、白き溝です。なぜそのように立ちろぐのです。後ずさるのです。待ちなさい、一緒に来ましょう。きっと似合いますから。こら、ペアルック出ませい。このようなことを言うのは不本意ですが、我が同盟相手よ、
ファラオの意向を賜りたいという気持ちはわからなくもないですが、かように戦い続けるのはかえって不敬にあたるものと思いなさい。わかりましたね。伝わっていない気がする。ほんの少しですが、疲れたと言っているのです。気遣いなさい。時にはこうしてマイルームでゆっくりするのです。今日の私は幾分か気分が良いのです。何でも言ってみなさい。ファラオの名のもとに聞き届けてあげましょう。メジェド様の高みには到底達せるはずもありませんが、天空の化身にして冥界の神としての私にできることなら何でも叶えて差し上げます。